ハロー高木です。ジンだ。そんな挨拶ね。いやもう今即興です。あ、やっぱ一人だとどうしていいか分かんない。ああ、 60% ぐらいの気持ちだった。はい、今 60% の力でやりました。おいおい、俺のメインマジっすか。ということでね、今回なぜジンタンとこちらにいるかと言いますと、はい、こちら、新大久保に来ております。うわー、新大久保久々に来たんですけど、ほぼ韓国の街並みですね。そんな感じだね。びっくりしました。てかすごい賑わってるし、うわー、ちょっとワクワクしますわ。しかも今日俺めっちゃ腹減ってるんですよ。マジで。はい、食える？爆ほど食えます。爆ほど食える。爆ほど食えます、マジで今日。ほんまに普通にランチ行く予定だったの。そうですね。もうプライベートでマジでランチ行く予定だったんですけど、はい、ジンタンから悪魔のささやきが翔さん、なんかストックきつかったら動画撮っていいんすよとか。そうなんですよ。いやもう翔さんがストックできて心の余裕ができるのであればもう回してほしい。でも俺の中の気持ちも本当プライベートの飯と変わらずのレベルなんで。ああ、まあそれぐらいの気持ちで。たまたま取られちゃってるぐらい。でも変なこと言ってたらもうカットしてください。そこはちゃんと。お互い声ガスガスじゃないですか、なんか。生まれて初めて喉壊した。マジっすか。いや俺も今昨日声出しすぎてカスカスなんで。そんな感じでプライベート飯に行こうと思ったらいつの間にか、まあちょっとね、取ろうじゃないかということで。うわー嬉しい。初ジンタンコラボイエーイ。ありがとうございます。させていただいて嬉しいです。で今回やってきたのがここの大久保、大久保、新大久保か。じゃほんま知らんで、初めて来たんすか。え、2回目。1回目もコスメかなんか、そのアンジャッシュの小泉さんとロケで行った。小泉さん、アンジャッシュの、アンジャッシュの小泉さん、小泉さん、うん、え、小泉さん厳しくなったね。いや嬉しいんすよ、久々に会えたら。突っ込んじゃうんすよ。マジでね。はい、突っ込みじゃないけど、もうただミスやから、ね、揚げ足やから。揚げ足嫌な後輩。その時も食べ歩きはしなくて、本当にコスメを巡るっていうだけだったんで、はいはいはい、実質食べ歩きは初めてなんですよ。おお嬉しい。なのでなんか新しくできたなんか韓国横丁みたいなものがあって、おー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 、一応屋台なんで、ここの屋台を全店舗食べきるまで帰れません。出た、全店舗で。ここ、中に入ったら、まあ、屋台フードコートみたいな感じなんよ。だから一つの席に座って10店舗ぐらいあるのかな。それをまあちょっとこう一つ食べてもう一回別のとこ買いに行ってっていうのを繰り返して、果たして全店舗達成することができるのか。いやまあできると思います。フリみたいになってるから2人はい、なので、はい、乗る話もたくさんあるので早速中に入って、全店舗制覇やっていきましょう。せーの、たけやきショーめちゃくちゃいっぱいある。すごいっすね。屋台楽しそう。あ、これが多分あるキンパとかあるね。天ぷら、うわーすごい。キャミセルとかね。え、飲める？あ、いや飲め、今日飲める？今日飲めます。え、マジ？実は。え、ほんまに？実はもう俺今日翔さんと飲むために来ました。いやもうすごいっす。そうなの、めちゃくちゃ屋台があるんです。こちら上海ポチャさんというところにね、席を用意していただいたんで、ポチャさんを喋ったら達成ということで、残り9店舗を買ってこよう、それぞれ。あ、なるほど、はい、あ、いいですね。いや、ずっとね、ご飯本当に一緒に行こうって言ってたから。そう、翔さんマジで誘ってくれるんですよ。だいぶ来てとか、なんかスマブラやろうとかも言ってくれたりして、答えれたことがない。でも今日来れたんで嬉しい。でも互いにね、行きましょうみたいな話は。いや、そうなんですよ、そうなんですよ。だから実現できて嬉しいです。で、ちょっと忘れないうちにちょっと、そう、今回なんでそもそもジンタンとちょっと急ピッチで会うってなったかというと、急ピッチでもない、そもそも。皆さん、お年穴のどうか覚えてますか。まあだいぶ前ですね。 3月かな、これ。多分ね、バーバリーのダウン着てたよ。一番あったかいダウン着てた。確かに寒い時期だったわ。で、その時に僕指輪落としちゃったよね、ロケ車かなんかにスカイピースに。はい、それを預かってくれてて、なんと今、はぁ、懐かしの指輪が。これ、大事に取っときましたよ。何指ですか。どこにはまるかちょっともう勘で。わかりました。では、ここでお願いします。めっちゃ無理やりやりで。あー、でも、あー、でもはい。うわ、すごくない。あー、なんか良くないな、良くないな、その、うん。で、だって、つけてくれたから。もうちょっとこうやった方がいい、良くないな、そうそうそう、これだけ。あー、広くなる。いいことになっちゃったよ、うん、主人の元に。え、見て。あー、あんま良くないな、これ。めっちゃ、YouTube 難しい。何年やってんすか。いやでもそういうのやっぱ教えてくれる後輩がいるっていう。いやいや分かってる、マジで感謝感謝。いや感謝感謝、すぐ行ってくる。シッシッ、じゃあまずここで頼みますか。はい、俺エビマカロンっていうのちょっと気になったんですよ。何これ。エビマカロン、まあじゃあちょこれいきますか。すいません、エビマカロン5ピース。はい、何肉。まあやっぱせっかくなんでパイナップル。チャミスです。はい、これ一瓶ですか。一瓶。あ、イカス。いえいえ、それイカス、イカス、イカス。
え、半額になってるんですか。はい、値段じゃないんですよ。じゃあ頼んどいてちょっとずつ飲む。そうしますか。はい、チェイサーでオレンジジュースか。来ました。お酒強い。いや、もう潰れるまでっていうんだったら僕めっちゃ強いです。あ、もうとことんいけるとこまではいけるタイプなんや。はい、ありがとうございます。え、ショウさんと酒飲めるのめっちゃ嬉しいわ。てか確かになんか後半どうなってんやろ、怖っ。お疲れ様です。お疲れ様です。おいしい。あ、でもパイナップルうまい。いや、最近どうですか YouTube、 なんかいろいろありましたけど。いろいろありましたね。ちょっとスカイピースはなんか去年とか一昨年は本当に追い込みすぎてて、もうなんか泣いちゃうくらいみたいな。しかも YouTube だけじゃなくてツアーとかもあったんで。そうやね。結構精神的にも辛かったりとかしてたんですけど、今年になってからも本当に楽しく動画撮れてるんで、すごいいい流れになってます。でも俺自身も動画が楽しく撮り始めたきっかけって割とスカイピースとコラボしたぐらいからな。え、3年ぐらい前から初めてコラボした。そうっすね。俺それまでコラボ全然してなくて、うん、まあ久しぶりにするきっかけがスカイピースだって。そうなんすか。そう。で、そっから今すごい、まあ、トゲみたいなものが多分なくなって、いろんな人と絡みたいなっていう方に。でもあれですわ、ちょっと俺らが多すぎてたから少なく感じちゃってました。スカイピース with クリエイターやもん。いや、そうなんチャンネルも愉快な仲間たちはもう、そうそうそう、サブタイトルについてきてるよ。え、だてね、なん、うわ、なんか芸人の黒縁メガネとなんかイケメンホストの黒縁メガネ感じじゃん。ホストじゃねえわ。あ、ホストじゃないですか。ホストちゃうわ。もうね、俺ね、顔ファンなんですよ。 YouTuber で誰の顔になりたいって言われたら俺多分ショウさんって言うんですよ。マジで。マジで好きなんですよ、そういう感じの。なんて言ったらいいんだろうな。ホスト、誰がホストや、はい。いや、ホストちゃう。それ待ちでしたよ。俺ってある程度の距離感大事にしてて、近すぎるより遠くて何 してるか分かれへん人の方がさ、ちょっと神格化されるじゃないけど。ああ、はいはいはい。なんかよく見えへん。俺飲み会とかあんま行けへんし。え、誰と仲いいんですか。本当に哲也さんとか。哲也も仲いいな。この前それこそみーちゃんと一緒に3人で動画撮ってましたよね。うん、俺もうびっくりしすぎて、あの3人の絵が俺釣りかと思ったんですよ。ああまさか3人で撮るはずないでしょみたいな。なるほど。さ、このサムネのね。そうだから俺見た時に釣りだろうなって思って。あ、最初写真は撮ったけど。そう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 。で、どうせ一人で喋ってみたいな感じなんでしょみたいなと思ったら、しっかり話してて。びっくりして俺マジで。あんなサムネ先っぽくて本当だ。中にちんと誰が残る。俺結構意外って言われるんですけど、寿司ラーメンリクラム。あー、リックね、本題のね、あの BDR の偽物の。そう、え、あれ、俺、そう、そう、そうです。そうです。これマジで怖いのが BDR っていうアプリがあって、あの、本当にうちうちにしかそうやってない、まあ、インスタで言う親しい友達しかいないって言ったのかな。そう、本当そう。なんか通知が来たら今のあなた写してくださいって言って、インカメと外カメで同時に撮って、それを友達内で共有するみたいな。そうそう。で、今友達何やってんだっていうようなアプリなんですけど、それの寿司ラーメンに行くのが偽アカがもう翔さんにフレンド申請してる。友達になったんですもんね。しかもなんか共通の友達に哲也とか。そうそう、信用できます。そう、友達いると。アリーさんとかもって、でも普通にパーッてやってたら、ジンタが急に来て、翔さん、あのリック偽物ですとか言われて、ええってなって。だから俺、BDR のフレンド来た時に、嬉しくて、あ、リック始めたんだみたいな、リックに送ったら、BDR ってなんすかって来て。怖っ。なんか、美味しそう。何これ。エビマカロン。エビマカロン。名前が斬新じゃない。いや、これ、来ますよ。ガスガスやねんて。じゃあ、いただきますか。はい、いただきます。熱っ。この3年ぐらいの中で一番熱い、これ。めちゃくちゃ熱ない、これ。よく食べれました、そんな。うん、俺もあの、今、さ、やけどしてるから勢いでいっちゃったけど。マジで熱い。あ、これ多分タレやね。あ、これか。これこっち。あっくなこれ。一つ言えることは、うまい。え、マジでうまい、これ。初めて食べた。新食感。なんだろう、パンみたいな感じじゃない。うん。で、中身はふわふわのなんかメレンゲとなんかエビとなんかこう混ぜた感じ。うん、揚げパンって挟んでるみたいな感じなんですかね。あー、これかも。うん、で、エビめっちゃプリプリしててすげーうまい。うわ、これうまっ。え、今どんくらいの頻度ですか、投稿が。え、俺とか2年半毎週が分かる。毎日ですか。2年半毎日で、ショートも上げてるから多分月50ぐらいは出してるかも。それえぐいな。今逆ですもんね、毎日投稿すげえって今なってますもんね。そう、昔は割と
書店の本棚で、あ、みたいな恋に落ちる瞬間、ね、ラブソースイート流れてました、流れてた、完全に流れてた、流れてました。長さんの今の趣味とかで気になりますよね。何を趣味としてんのか。ほんまに仕事しかしてないかも。やっぱ音楽がすごい好きで、それをやるために YouTube もやってるし、で YouTube やるために音楽もやってるし、どっちも支え合ってるみたいな。撮影、編集、あと音楽、あとテレビとか、最近逃走中出たよ。すごい、すごいわ。テレビとかいいな。やっぱ芸能人の人とかもいるんですか、周り。じゃあとりあえず1店舗目、ごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。じゃあちょっと一緒に買いに行こう。わー、やった。今腹何分目？もう 0.02 です。おお、すごい、はい、視力やったらめちゃくちゃ悪い。僕麺類好きなんです。あー、麺類ありかもね。あ、おお、ほらほら、冷麺いいね。冷麺がいい。どこの店？これか。ここ冷麺ってあります？あ、じゃあ冷麺。ありがとうございます。ということで、はい、続きましてチョレギサラダ、麺が食いたかったからね、冷麺。はい、冷麺をいただきました。めちゃくちゃうまそう。ちょっと質問目もご視聴したなんか埃みたいな見た目してますね。一番最悪の例え。いや、なんか食べ物を食べ物に例えるみたいな若みたいな風潮あるやんか。うんうん、埃に例えるやつ初めて見た。して、はい、めちゃくちゃ埃やん。あ、言っちゃダメだな、それ。ハウスダストやな。いや、うまいこと言わないでください。広げないでください。 BDR のところや。友達にサオリおるけど大丈夫？あ、もう全然絶縁してないんで。俺さっきサイン飾ってあったんで送りました。じゃあ普通に仲いいんや。はい、もう全然普通に仲いいです。いただきます。あ、うまっ。この見た目マジ見たことない見た目やもん。うん、でも細麺ですんごい美味しい。失礼しました。あ、これ超細麺なんや。めっちゃ細いんですよ、これ本当に。これ麺やったんや。何ミリなんすかこれ。もう1ミリ 0.05 ミリくらいありそうですね。コンドームみたいに言うなよ。あら、あら、相模麺でいいんじゃないもうそれやもうそれじゃないですか。岡本麺でもいいしね。ゾーン麺でもいいしね。あ、もう分かんないだろ、最近流行りの。麺ってなんかダマになってんのよな。え、これ別店舗ですよね。別店舗。じゃあ今3つだ。そう、これで3つやね。ここ10店舗しかないからね、そもそも。あ、10いくのか。うん、もうセッサー5で終わりかと思ってました。めちゃくちゃ嫌そうな顔してる。いや、もう全然まだ食えるんだ俺。あ、最近恋愛してんの？最近恋愛も全くですよ。できてない。さすがに恋愛は。でもなんかやっぱりしづらくはなってます。確かに周りのなんかインフルエンサーとかからちょっとそういう目で見られるよね。出たからなんかそうです、ね、みたいな。でもさ、互いにさ歴長いからさ、いろんな YouTuber さんになってるやん。まあ合ってますね。またこれ合ってないとか、いつかコラボしてみたいって人多い。いや、飲んだまだまだいるよ。マジ好きな YouTuber めちゃくちゃ多いやんな。かもしんないもんね。結構そのイメージある。ヤニマンみたいなイメージあるもん。ん？マンって、せめてマンって。好きな YouTuber ビッチって思うんですよね。うん、これやっぱちょっとスカイピースとかやって、まあ、ちょっとメディアにも出るようになって、うん、ありがたいことにこうちょっと有名になってきたじゃないですか、うん、やっぱり俺いいとも似たかった。あーあってそう。いいとも青年隊で最初踊ってたよ。青年隊でね、はけた後に高森さん出てくるんですか。そう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 。じゃあ互いにさ、この人には絶対に会ってみたいって人。いや、昔からよ。俺も3人おるよ。3組おって。え、当てていいですか。うん、ダウンタウン。うん、ですよね。俺もなんですよ。一緒なんや。俺は残りは、ワンオクロックさんとビーズさんには会ってみたい。アーティストさんですもんね。そう、俺最近マジでびっくりしたことがあったんですけど、うん、今年に入って一番の衝撃の事実を最近知ったんですけど、うん、ワンオクのタカさん元ニュースだったの知ってます？うん、衝撃的すぎて知らんかった。はい、そうなんや。何よりもそれがニュースやもんね。人体とか。そう、間違いみたいな。大ニュースで。大ニュースで、大ニュースで、大ニュースで、マスオさんみたいな喋り方した。大ニュースで、大ニュースで。とりあえず食べきって5店舗一気に頼むか。やってやりましょうよ。やってやろう。まあ俺はちょっととりあえず冷麺全部食うわ。あー、お願いします。ぜひ。その間にちょっと唐揚げ頼んだ。あ、嫌です。え？多いです。じゃあ3つ行ったからラストこれ行って。はい。あ、2つですか。え、残り 5? 翔さん、俺いける気しないっすよ。腹何分目？腹ですか？8とかっすね、今。おお、40あって。え、40あっての？40あっての8 8? よくわかんないな、それ。違いますよ、腹10分目に例えた時の8。腹8分。めちゃくちゃお腹いっぱいや。顔が真っ赤っかな。
顔真っ赤っかだもん。よし食べられました。残り5店舗適当に頼んでいきましょう、はい、海鮮ポチャ、ヨスバンバダ。海鮮系頼んでないな。忘れてました途中。いや最悪入り口の方がいいかなと思って。え、これ持った方がいいですか。あ、確かに。あ、兄さん兄さん兄さん、あ、兄さん兄さん兄さん、あ、兄さん兄さん兄さん、兄さんどうしたそんなもんかね。はい、あ、兄さん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 酔ってますね兄さん。ということで最後届きましたカンジャンエビとキンパです。韓国風やみつきキャベツで、コーン茶ね。はい、コーン茶です。この世で一番うまい飲み物。この世で一番うまい飲み物。はい、うまっ。え、コーン茶初めて飲みました。初めて飲んだ。おばあちゃん家で出てくる麦茶よりうまい。うん、え、嬉しい。コーン茶、いや結構今回韓国系で攻めれたんじゃないでしょうか。いや、かなりいいっすね。じゃあ最後ちょっと食べながら質問つなったんで一緒に選んでいこうや。え、どういう風に聞いたんですか。ジンタンと言いますんで。すごっ。会う前のイメージと今お互いのイメージ。これ会う前は、うん、結構クールなイメージがあったんですよ。うんうん、クールでお高いイメージがちょっとあったんですよ。あー、なんですけど実際に会ったらめっちゃ気さくだし、兄貴肌がちょっとあるっすね。いい意味で甘えれるというか頼れるというか、なんか楽しちゃいます自分が。だジンタンってもう先輩おらんくない。少なくない。いや少ない、後輩の方が多いです。で圧倒的に多くなってくるからね。になりましたね。でも俺先輩の方が絡みやすさというかあるんです。あ、なんかうまそうてか、なんかこうそういう甘えじゃないけど。そうなんです、俺やっぱり甘えて生きていきたいんで。翔さんはもうめっちゃ甘えやすいです。おー、イエーイ。かわいがってかわいがって、やったー。でもキンクル弱い。おい、やるか。いや、もうやりましょうよ。いや、ほんまに。え、これ話したん知ってる。え、何今関東 VS 関西でやろうって話したって。え、そうなの。こっち光栄と、まあ、レイクレのタクシーエスポのケースで、まあ、話してんのがフィッシャーズで、多分そっち誰が集めるかわからんけど、スカイペース呼ばないのはナンセンスナンセンスです。やりましょうよ。やりましょう。俺のジンタのイメージね。会う前、でも会う前と会った後そんな変わらんかも。もう動画のまんまみたいな。動画のまんま。わ、嬉しいですね。それ裏表ないってこと。合ってるか分からんけど、実はちょっとだけ人見知り。ああ、もう全然そうです。全然そう。合ってる。はい、全然人見知りですね。大人数になったらもうさらにダメですね。ああ、全然喋れなくなっちゃう。だからフォーエイトと友達とあれなんだ。いやいや、フォーエイトも本当に俺太郎社長と大阪行った時にプライベートで普通に飲んだりとかして。あ、そうなんや。でも太郎社はあれだ、ウーロン茶だけど普通に遊んで、スマブラ大会してとかするくらい仲いいんで。まあでもフォーエイトでは嫌なんやね。はい。なんかありますか。いいですか。ジン君とショウ君、どっちメガネかけたら似てません？ちょっと俺のメガネをかけてみて。あ、逆にね。顔似てんのかね。いや、全然似てないっす。あ、全然ジンタンじゃないわ。うん、美味しい、ヤミガンジャガンジャ。またいっぱい食べないな、ジンタン。やめて。シャッ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 。曲です、それは。ハッピースマイル。あ、ハッピースマイルだ。はい、この子。これかけたら人変わるわ。変わります。うん、なんか今俺じゃなかったもん。あ、乗っ取られてました。うん、おいしい、でも感謝感謝、またいっぱい食べたいなって。しょ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 、ハッピースマイル。ほんま思んないよな。でもあれに勝ってはマジでかわいそう。まあでもそれだけムーブメントになるっていうスカイピースの人気の証拠でもあると思うけどね。いやー、優しい。すごいですよ、マットとか作られてますけどね。おいしい闇感謝感シャンクスとか。シャンクスバージョン。シャンクスめっちゃおもろい。いろんなおいしい闇感謝感謝。あ、寝起きの旅もかわいそうやなと思って。いやー、あれ難しいですよね。やっぱりその東海さんがね見たい。もちろんもう東海さんのもういつもやってる曲じゃないですか。だから俺その哲也に会った時も言ったのよ。おお、多分俺の中で東海の寝起きってなんかガキつかみたいな感覚があって、あの笑ってはいけない。あれ5人でやってるから成立するやん。急に誰かが一緒にガキつかと一緒に笑ってはいけないやったら、あれは誰も悪くない。ただし試みをしようと思った東海も悪くないし、呼ばれただけのスカピーアオラブマジかわいそうやなっていう。視聴者さんからするともやっぱ新しいものって結構受け入れづらい。受け入れづらいよね。でもまあ俺的にはポジティブに捉えるなら、まずそこで知ってもらったマイナスから入った。でもこれを例えば好きにさすことができたら、他のファンよりより濃く好きになってもらえるかなと思うから、うん、プラスに動きそうですね。そうガチ腹いっぱい。いや俺が頑張ってくるから大丈夫大丈夫。かっこよすぎてるな。その代わりちゃんと感謝感謝して。はい、めっちゃ感謝感謝。感謝感謝する。感謝感謝。パーマンの住み心地。俺これ結構ちょっと語りたいところがあって、うん、今までコンビニがめっちゃ近いアパートに住んでたんですけど、うん、高級タワーマンション高層階に引っ越したんですけど、結論から言うと住みづらくて仕方ないです。
エレベーターの待ちとかもあったりとか、上なんで結構時間かかったりだとか、あと途中で止まったりとかもあるんで、平均して3分から4分かかるんですよ。どこなんでしょう。みたいですよ。あ、違う違う、カットとか知らないですか。これ生放送じゃない。生放送じゃない。俺垂れ流しやねんけど。いやいや、じゃあここカットしてください。ガードマンさんみたいな、なんか流し方するじゃないですか。あ、でも今のとこだけあの、うん、真っ暗ですよ、うん、意味ない、意味ガードマンっぽく真っ暗です。殴られた瞬間みたいな。そう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 、意味ない、言ったとこだけ真っ暗です。音だけピーでいい、もはや。女の子何人おんだ、こうしてから。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20ゼロです。ほんまなんで。あ、ていうのは置いといて。はい、何人ぐらい。ゼロです。情報ニュース番組ゼロじゃないんですよ。コンビ名、ここのコンビ名つけてくださいって。翔太。翔太もうジンタンって呼ばれてるんだよ。人要素なくなってない。ジム焼き。あジムタとかも俺たまに言うんで。あ、確かに言ってる言ってる。ジン焼きだとなんか微妙じゃないですか。ジム焼きだったら、ジム焼き、ジム焼き、あ、いい、全然いい。ジム焼きいいっすよね。じゃあもう全国ツアーもありましょうよ。アルバム出して。うわ、何、どうする、アルバム何する。ハッピースマイル。ならスカイピースで出した方がいい。確かに、うん、シッシッ。じゃあ個人的に見る YouTube チャンネルとかある？おーチャンネル。あ、虫のやつ。あ、そうっす。これは俺めっちゃ見ちゃいます。俺虫めっちゃ嫌いなんですよ。うんうんうん。でも、おーちゃんがめっちゃ余裕で虫とか掴むんで、見てて気持ちいいんですよ。あー、自分ができんからこそ。で、俺好きすぎて T シャツ買っちゃいました。じゃあ、互いにこれ視聴者置いてくぼりかもしれんけど、あー、その YouTuber おったっていうやつを一組ずつ。あー、いいっすね。じゃあ、俺からいいっすか。うん。まほとさん。使える。そういう感じなんや。でも俺の中でも昔からのレジェンドです。まあまあ、レジェンドとかあれもう大好きですから。あと、この前俺久しぶりに電話したの。キッチンでした。うん、よかった。普通に見てくれてて、逃走中出てすごいじゃんみたいな感じで、それすごい話したね。で、俺もすごい好きやったけど、まあ、なんか互いに尖ってた部分もあったから、やっかみみたいな部分もあって。え、そうなんすか。あったあった。でもすごいリスペクトもしてたし、向こうもすごい好いてくはくれてたけど、うん、まあ、なんかあるやん、尖りみたいな。あります、あります。そう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 。それをなんか互いに言い合って、いや俺あん時お前のことめちゃくちゃ嫌いやったわって俺真帆ちゃんに言って、で真帆とも、いや俺もあん時嫌だったよみたいなんで、ちょっと笑い話にして、でも結局なんかいろいろあったけど、またご飯行きたいねみたいなんで。すごい、なんか嬉しいっす。その昔のその、え、結構なんか分かれてたというか、なんかあれでしたよね。それこそちょっとバチってる、バチってるというかね。え、急に気を飛んだ。俺ジンタがあるめっちゃ好きやね。普通動画撮ってる時に急にアベロ出すみたいな。あれめっちゃ好きなんだけど、あれなんだ。その時何も考えてなかったですよ。心配されましたもん、リスナーさんから。心配するよ。しかもなんか専門家みたいな人から、これは突発性なんとかですみたいな。怖い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 から。専門家怖い怖い、そのやめてあげて。その時のノリでやったんだよ多分と思って。ああ、平均。平均言えなくないと思ってますけど、ベロ出てる。どうどうどう。ベロ出てる女の子好きなんですよ。ベロ出てる。だから犬、女の子でベロが出てるの好きで、うん、でもやっぱ出さないじゃないですか、ベロなんて。犬じゃないがいい。なんでその行為してる時にチューしたタイミングでベロ吸うんですよ。で、そのまま出すんですよ。すごいじゃないですか。ああ、こう見る。気持ち悪い。シシ。マジで気持ち悪い。なんかさ、なんかさ、おしっこ集めてる。あれ、なんだ。いや、俺本当はね、出すつもりなかったんですよ。そうなんや。ジュキヤが出したんすよ。はい。だからもう世の中に広まっちゃった。おしっこ食べてた。そう、なんかおしっこビニールかなんかに食べる癖があるんだ。ペットボトルです。ペットボトル。俺自分から出るものを集めるのが趣味なんですよ。へぇ、ちょっと今思い出しました。沈下させました俺。最高。シッシッ。沈下させました。気持ち悪い。正規か。あー、ちょっと話すか。確定じゃないんだ。いや、一番好きなのはあのこれ。え、何それ。舐めながら、あれめっちゃよかった。夏の大三角形ですね。そう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 、夏の大三角形。あれをその後にすらす足にできた。数学の先生にも解き明かせない、あの三角形の方程式。 あ、 そうですね、あれはなかなか出せないですよ。そうですよ。さすがにチンカス収集してる話されたら、これぐらいはちょっと言われる。いや、ありがとうございます、それ嬉しいです。いい
ナイスですわ。ショウさんとエッチした人いいなぁ。どういう感覚？いや違います、あの女だったらね、俺も本当にマジで男を別にめっちゃ好きっていうわけじゃないんで、めっちゃ好きってわけじゃないんで、もう語弊ある。いやでも本当に俺、普通にタイプの顔ではあるんですよ。もう女性が好きですけど、なりたい顔だし、めっちゃかっこいいって思うような顔なんで、だからこそやっぱその夏の大作関係してる時の顔を見てみたいです。半分隠れてるあの顔を見てみたいです。どうする変顔してたらこれちょっと最後です。うわすごっ、うわすごいわ。エビもいつの間に食ってるし、あれ言ったけどエビ全部俺食ったから俺一個置いてですよ。無理無理。というわけで今回、全店舗達成しました。ありがとうございます。美味しかったです。美味しかったです。この動画がいいと思ったら高評価、そして、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてスカイピースとジンタのチャンネルは、概要欄に貼っております。それは本当に、ここまで、見て、いただいた視聴者さんの皆さん本当に感謝感謝来た最後に来た感謝感謝アホやな。ちょっと待って、ちょっと待って、今ここで俺ジンタンと撮ってたやんか、撮影してたやんか、はい、ずっと後ろにヘラヘラのサインが。何で押させたの？え、さっき向こうにもあったとこ。え、さっき向こうで俺写真撮ったんですよ。え、マジ？え、店員さん、このサインって動かしました？あ、2個あります。あ、2個あるの？向こうにもあってこっちにもあるやん。わざわざずらしたのか、多分。え、じゃあ背景映ったのかな、ちょっと映ってたと思う。